R-7、R-7 は、ソビエト連邦のセルゲイ・コロリョフが率いるオークブ -1 が開発した、世界初の大陸間弾道ミサイルである。後に、宇宙開発用ロケットに転用されて、多くの派生ロケットを生み、R-7 系列のスプートニクロケットが、世界初の人工衛星スプートニク1号の打ち上げを、同じく R-7 系列のボストークロケットが、 世界初の有人宇宙船ボストークを打ち上げる、東ソビエト連邦の宇宙開発の原動力となった。ソレンガーデの愛称はセミオールカであり、ロシア語で数字の7を意味する。また、NATO コードネームでは、サップウッドと呼ばれている。アメリカ国防総省の識別番号は SS、SS-6、R-7 の開発に先立ち、1949年4月4日に、 ドイツ人のチームは 3000kg の弾頭を備え、3000km の射程を有する G-4 ロケットの開発に着手した。同年10月1日に G-88 の科学技術評議会のメンバーがクロドミリア島を訪問して、ドイツ人の設計者たちは複数の変更を1950年2月までに打診された。 1949年12月7日に2-88は G-4 と R-3 の設計を審査して G-4 の方が優れていると評価したものの G-4 の計画は棚上げされた。R-7 の設計作業はカリーニングラードの大く部 -1 とその他の部局によって1953年に開始された。政府からの要求仕様は 重量 3000kg 分離式弾頭を備えた射程 8000km の170トンの二段式ミサイルというものだった。同年10月3日には、セミパラチンスクでの核実験の結果から使用が変更れ、射程を変えずに弾頭重量は 5500kg に増やされた。このため設計は大きく変更された。1953年の終わりの最初の地上テストに、続いて、 大規模な設計変更が行われ、最終設計が承認されるのは1954年5月20日となった。現在のソユーズロケットに受け継がれているクラスター式のロケットはドイツ人技術者たちによる発案だった。当時、クロドミラ島で並行してロケットの開発を進めていた彼らにも同じ要求使を与えられ、G-4 の改良型の G-5 を開発していた。 ソビエト人の作業進捗や設計は、ドイツ人たちのチームには伝わらなかったが、ドイツ人たちの設計の成果は逐次、コロリョフたちのソビエト人のチームに伝えられ、新規概念は彼らの設計に取り入れられ、彼らの成果、として報告された。当初は、単燃消室を備える RD-105、RD-106 を開発していたが、 燃焼の不安定性の問題が解決できず、仕様が変更され、4機の燃焼室を備える RD-107、RD-108 に変更された。1956年後半から、ミサイルの製作がクイビシェフの第一航空工場、プログレスで開始された。最初のミサイルは、カリーニングラードの第88工場で製作された部品によって、組み立てられている。 1957年3月には最初のミサイル R-7M1 から5が発射準備施設に送られ、同年5月5日には発射施設へ送られている。8K71 の番号が与えられた新型ミサイルの最初のテストはバイコヌール宇宙基地で1957年5月15日19時1分に行われた。サイトから 400km 離れたき。 ストラップオンブースターの配管からの燃料漏れによる水力低下によるミサイルは安定を失いミサイルは破壊された。続く6月11日に予定された発射テストは事前の試験によってブースター B の酸素配管のバルブ凍結によって発射が中止された。3回目の発射テストでは発射直前に燃料系統の故障により発射は中され、 ロケットは発射台から降ろされて再点検されることになった。7月12日、再度3回目の発射試験が行われたが、発射から33秒後に制御回路の故障から、ロケットは安定性を失った。8月21日の4回目の発射テストでは、初めて 6000km の長距離飛行に成功した。この成功は8月26日にタス通信によって配信されている。 8K71 を回収した 8K71PS スプートニクはバイコヌール基地から10月4日にスプートニク1号を11月3日にスプートニク2号を軌道に投入し世界最初の衛星打ち上げロケットとなったこれらの最初のテストにより設計の部分修正の必要が認識されたためテスト飛行は1959年12月まで終了しなかった 追加の開発の結果、新しくなった 8K74 ロケットは、従前の 8K71 に比べてより軽く、より優秀な誘導装置を備え、より強力なエンジンを搭載し、燃料の増を始めが可能になって射程が伸びた。弾頭は、ノバヤゼムリにて1957年10月と1958年に、テストされ、威力 2.9MT を発揮した。 8K71 と 8K74 は、それぞれ R-7 と R-7A として製造されている。R-7 は31機が発射され、うち11機が失敗している。最初の戦略ミサイル部隊は、ロシア西部のプレセツクで1959年2月9日に作戦可能になった。プレセツクには、最初の発射台 LC-41 が建設され、 1959年12月15日には R-7A ミサイルを初めてテストしている。プレセツクの4機と緊急時の代替基地であるカザフスタンのバイコヌールの2機、合計6機の発射サイトのみが運用された。クラスのヤルスクの基地は計画のみで終わった。プレセツクには2つの R-7A ミサイル連隊が置かれ、4機のミサイルはそれぞれニューヨーク、ワシントン DC、 ロサンゼルス、シカゴを目標としていた。1962年10月のキューバ危機の時には、実用弾頭を備えたミサイルが LC-41 発射台で発射準備体制に置かれている。R-7A は21機が発射され、3機が失敗した。キューバ危機の当時、アメリカでは国内に配備された100機余りのアトラス、タイタン I 試験配備が始まっていた。 ミニットマンアイ大陸間弾道ミサイル、イギリスに配備された60機のソアー、及びトルコ、イタリアに配備された45機のジュピター、中距離弾道ミサイルがアラート体制に入った。一方で、ソ連では最初の量産 ICBM である R-16 の配備が始まったばかりであり、実際に回線となった場合はキューバに配備した約40機の R-12 を加えても、 ミサイル戦力だけを見れば、ソ連が圧倒的に不利な状況だった。システムのコストは巨大で、大抵の遠隔地で必要な巨大な発射場を建設するのは困難なことであった。個々の発射場の建設には、当時のソビエト連邦の防衛予算から5億ルーブルがじられた。しかしながらこれらの莫大なコストは、第一世代ミサイルに共通で、 アメリカでも同様の問題を生じているほか、イギリスはミサイルサイロ建設コストの高額さからブルーストリーク弾道ミサイル開発計画を放棄した。コスト以外にも運用上の弱点があった。巨大な R-7 の発射基地は U-2 偵察機による上空からの偵察から隠すことができない。したがってどのような核戦争においても迅速な破壊が期待できた。また、 巨大な R-7 には発射準備に約20時間が必要で極低温燃料システムのため燃料を注入したままのアラート体制を数日以上取ることができなかった。これらによりソビエト連邦軍は高級的なアラート体制を維持できず発射前に破壊される可能性があった。R-7 ミサイルの射程は アメリカ国内の主要な目標に到達できず、兵器システムとして失敗であると考えられた。アメリカはソ連周辺の同盟国に単射程の初期の核ミサイルが配備可能であったが、当時のソ連にはこの方法が使用できなかったため、ソ連国内からアメリカ全土を射程に収めるミサイルがどうしても必要とされたのである。この失敗はソ連に実用的な兵器システムである。 第2世代のミサイルを急遽開発させることとなった。すべてのミサイルは1962年までに配備され、1968年には退役した。しかしロケットや発射台は宇宙開発のために転用され、8K-72K ボストークやあとの 11A511、11ソユーズの基礎として大きな成果を上げ、R-7 から直接派生した技術は21世紀に、 入った現在でも依然として使用されている。2003年2月1日に発生したスペースシャトルコロンビア号の墜落事故の影響でスペースシャトルの飛行が停止される間 ISS への物資輸送の中心は R-7 の直径の子孫であるソユーズとプログレス補給船が担った。2011年のシャトル退役後はソユーズが ISS との唯一の人員交通手段となっている。 R-7 は全長34メートル、直径3メートル、発射重量は280トンで、液体酸素とケロシンをロケットエンジンの推進剤として用いる二段ロケットであり、射程は8800キロメートル、セップは5000メートルであった。R-7A は全長が28メートルと短くなったが、射程は9500キロメートルに伸びている。 R-7A に搭載された弾頭は、RDS-37、または、RDS-46A 再突入体と、威力 3MT の 46A 核爆弾を、組み合わせた一弾頭であった。軽量化弾頭を装備した、射程 12000km の R-7A 回収型はテストのみで終わった。発射の初期段階では、ロケットは4基の RD-107。 ストラップオンブースターと中央にある RD-108 メインエンジンの合計5機のエンジンによって加速される。RD-107 と RD-108 は基本的に同じエンジンでオーク百 -456 が率いる設計局によって設計された。その大きさは鉄道による輸送が考慮されて決定されている。1台の燃料ポンプが4機の燃焼室。 ノズルへ燃料を送っている点が特徴である。これは燃焼室の大型化を避け、振動を避けるための工夫であると言われる。第2弾に相当する RD-108 エンジンは4機のノズルと4機の姿勢制御用バーニアノズルを備えており、第1弾に相当する RD-107 ブースターは4機のノズルと2機のバーニアノズルを備えていた。 中心の RD-108 ロケットの周りを取り囲むように、また各ブースターのバーニアのツルが外側になるように4機のブースターが接続される。各ブースターは円錐形状をしており、このためブースターが取り付けられたミサイルは全長の中ほどから下に向かって末広がりに大きくなる独特の外観を持つ。誘導システムは R-5R の 無線指令システムを元にしたもので、バーニアロケット制御付き完成誘導であった。軽量化の結果、ブースターの重量をロケット本体が支えることができないため、自立して発射される西側諸国のミサイルと異なり、R-7 はロケットの中ほどからトラス構造の頑丈な支柱に吊り下げれた状態で発射される。この方式はチュルパン発射方式と呼ばれ、 レニングラード金属鋳造工場で設計されたロケットのエンジンが添加され出力がロケットの重量を支えられるようになると支柱が切り離されて花が開くように四方へ倒れ込むこの光景はソ連、ロシアのロケット発射に固有の風景である楽しくご覧になりましたら購読と良いですクリックしてください